やっぱり長い病気とかもと伝染しちゃうよな。いらないんです。顎同士が顎同士いらないんですよ。顎関係ない。演劇として楽しみですね。演劇としてかったと、はい、ありがとうございます、はい、続いてですね、芥川龍之介役の感想とか。パンケーキ食べたい。いや、俺バカみたいな。ウエちゃんがすげえ。ダメですって。真面目に話すと、ものすごく演技力の高い現場だなと、はい、もう本当に僕の尊敬して、もう共演したかった人たちがもうたくさんいるんで、はい、はい、もうそれがもう本当に楽しいです。なるほど。なんで、存分に力を出し切って、ボコボコにしていただこうと思っております、はい、ありがとうございます、続きまして、あの、伊能力とかやばいっすよね。やばい、やばい、あれはね、やばいな。見たことないぐらいの。お金大好き。にぎやかにやってるよ。いっぱい増えたことに対するプレッシャーと乗り越えてやろうっていう気概をすごい感じるので、なんかそういう部分ってなんか、まあ、今までやってなかったような、ともすればあれふざけてるみたいな風に見えるけど、一生懸命やってることみたいなのが、まあ、今回ドッグスチームしかり結構な人数いますから、うん、その他の人たちも力を全員で合わせて、なんか一人の能力を表現してるみたいなところは、まあ結構前回今までとは違うところなんじゃない、多分。迫力のある、なんかこう。